はい、ガッチャンです。私の大事なもう一つのテーマ、葬儀に関してのお話をします。パート4。はい、今回は前回はですね、自信を持って自分の葬儀を前に認めさせるには自信を持って突き進むしかないぞというお話をしたんですが、それに対する失敗談、私はあれですね、自分の葬儀、自分の葬儀と向かい合い始めたのは、実は遅くて25ぐらいだったと思います。はい。こっそり隠れて、女の子の服を着てました。女の子の下着を着てました。メイクしました。みたいな感じで、自分の性なのか、そもそも、性癖なのかもよくわかんない時代が、そこからすごく長く続きます。まあ、その中の、お話をしていきたいと思うんですが、そう。私はね、ニューハーフのお店で働いてみたいっていう、夢が小さい頃からありました。だって、堂々として女の子でいられるじゃないですか。それがもう羨ましくて仕方なかったんだけども、まあそういうきっかけがなくて、たまたま長岡市にね、オカマバーがあった時に、初めて連れて行ってもらった時に、あなたもこっちの子ね、じゃあうちで働かないみたいな感じで、ご縁があってオカマバーで働くことになったんですね。オカマバーですから、オカマバーって言ったら、てか、オカマっていう言葉はもう大変な差別用語なんですけどね、まあ、ニューハーフのお店だったので、まあ、ニューハーフとオカマの違いは何ですかって言ったらなかなかちょっと難しいんですけども、そこはね、まあ、どっか縁があったら別の動画で撮りましょう。はい、まあ、オカマバーでいいでしょう。オカマバーで働き始めたんですけど、まあ、もう当然ね、お店立つのにメイクできるし、可愛いドレスは着れるし、もうつけたこともない、チャラチャラしたような、いろんなアクセサリーも貸してもらえるわけじゃないですか。そして、お客さんは私を女の子、おかまだとしても、女の子として受け入れてくれるから、私は堂々と自分の性、自分の女の子を出せるわけですよね。まあ、それがね、ほんとね、もちろん戸惑いはありましたよ。だって、男との中で生きてきたから男らしく振る舞わなきゃいけないっていう、自分で背負ってるものもあるわけじゃないですか。もう当然普通の女の子もですよ。普通の女の子も、女の子っていう肩書きを背負って生きてる人いっぱいいるでしょ。そう、私は女だからとか、私は男だからってみんな言いません？それ本当ですか？本当なんですか？それ関係なくないですか？あなたはあなたであって、あなたの性がどっちだから関係ないんです。あなたの性はどっちなんですかっていう話じゃなくて、あなたはどうなんですかって話であって、男だとか女だとか、私は男だから、私は女だからっていうのは、それは関係ないですわ。そう。言ってしまえば、そう、簡単に愛にそういう人は自分の性から逃げてるっていうふうに私は思いますね。そう、それくらい性って複雑だと思うんですけども、まあ、その中で自分の性が、中途半端でも何でもいいと思うんです。私は男っぽい、女っぽい。好きにやってください。ただ、私は、オカマバーで働くことで、自分の、自分のなりたい性、自分が痛い性、自分の、痛い性別のポジションに入れたっていうことは確かなんですね。はい。その中で自分の性別は、やっぱり女の子になりたいのかしらって思いました。はい。思ったし、脱毛もしたい、痩せたい、痩せて脱毛もして綺麗になりたいとも思いました。化粧も綺麗になりたいですね。で、詐欺写真、今でもその詐欺写真いっぱい残ってますけど、詐欺写真いっぱい撮って、スタービーチが何回貼り付けては、男の人が去って男の人とエッチを覚えたと、そんなのも、一番激しく遊んだのはその頃なんですけどね。まあ、そんなことも覚えました。でも、その中で、やっぱり、オカマっていうのは、オカマっていうのは、やっぱり、ショーガールなんですよ。はい。オカマバー、水商売で働く、のは、やっぱり、自分の性と向き合ってるとか、そこしか働き道がないって言ったら、なんだかな。まあ、非常に語弊ありますけども、オカマとしての生きる、水商売でしか生きていくしかないっていうような人もいっぱいいたんです。私は、自分がの、生き方を考えたときに、いや、そうじゃないんじゃないかなっていうふうに思ったんです。それはもちろん前回の、お金のない世界の話ともリンクするんですが、まあ、そういったお話を次回したいと思います。ガチャンでした。